歴史作家バラエティ年月集団のグラビーの話。はい、失礼いたしました。バスタ新宿に初めて来てなんと叫んでしまいましたよ。この街中で叫んでしまうという不審者極まりない。いつまでたっても私は不審者の心を忘れないのでございます。そしてアクアラインバスだ、アクアラインバスに乗ってこの東京はど真ん中から一望できる、それがアクアラインなんだ。ここは海ほたるをちょっと出たところど真ん中あたりですね。そしてさあ見えてきた金田出口の看板。そう、ここは木更津市金田。昔はここは漁村でしたね。結構ですね、もう漁村の子供たちはね、体がでかくてですね、いやそんなことはどうでもいいんです。さあ木更津駅着きました。ここはですね、西口と言われましてですね、旧市街でございます。古い町並みでございますよ。この古すぎてこのアーケードがボッコボコでございます。木更津市お金がないんでしょうか、アーケード直せないですね。これ僕は子供の頃は立派なアーケードでございました。で左に見えますは昔そごうだった建物でございますね。そごう、ダイエー、西友と木更津はとても栄えていたのですが、そのいずれもなくなってしまいました。なぜなくなったかというとですね、地価下落率ナンバーワン、バブルが弾けて一番貧乏になったのが木更津でございます。さあそして見えてまいりました、こちらはですね、日蓮宗光明寺というお寺でございます。とても綺麗な境内でございまして、これも昔から私は親しんでおりましたお寺でございます。さあちょっと覗いてみようかなと思ったらお経を読んでございまして、ご本尊は見ないことにいたしまして、さあ後ろを向くとこれは美しい見事な松でございます。左手に鐘楼、これまだ実際使ってそうな鐘楼ですね。で左手が三門ですね、三門裏からになってしまいました。後で三門表をご覧いただけるように編集いたしましたので、与三郎の墓と書いております。これは与三郎というのはですね、キラレ与三郎という登場人物ですね。登場人物というのはこれ歌舞伎の演目でございます。どんな話かと申しますとですね、与三郎はヤクザのおめかけさんのおとみさんに手を出してしまいまして、あの女さらバレるわけですね。バレてずったずたに切られて一命は取り留めるんですけども、やはり与三郎自体もならず者となりまして、その傷跡から切られ与三郎の異名を取るわけでございます。そしておとみさんの方はですね、死んだと聞いていたんですが生きていた、それがあの春日八郎さんの歌で有名な死んだはずだよおとみさんという節になるわけでございますね。清水明さんがモノマネよくセロテープで貼ってやってたあれでございます。さあこちらがですね、光明寺の三門でございます。美しい三門でございます。そして御町通り、こちらがメインストリート、旧メインストリートです。さあ寂れてしまっても商店街なんかありゃしない。そしてこれは木更津キャッツアイの物産の実家の床屋、ロケ地でございます。いや本当にですね、私これびっくりしました。これ全然商店がない、御町通り商店なくなっている、衝撃でございます。まだ僕が子供の頃は栄えておったのですが、そしてこちら右手八剣八幡ですね。いやこの神社の裏手になるんですが、この辺りもお店いっぱいあったはずなんですけど何にもなくなってる。で裏口からちょっと失礼オーバーいたしまして、木更津キャッツアイつながりでいうとここもですねロケ地で使われておりましたね。さあ進んでまいります。裏手から何かやっておりますね、これ七五三かなんかやっている感じでございましょうか。さあこれがお社でございます。なかなか立派でございます。ここはよくですねお祭りなんかでは屋台なんかも出ましてですね、で隣は結構大きめの本屋さんがあったのを記憶しておりますが、もうないですね、何にもないです。さあこちらがこれもロケ地ですね、佐々木スタジオですか。これはあれですよ、兄塚本隆さんの役の兄ですよ、兄の実家、こちらがそうでございますよ。あとはですね、なんかビリケンさんみたいなのがありましたよね、これも確か僕ドラマで見覚えがございますよ。さあさあさあこれ逆からちょっとまた駅の方に戻っていったりしてみたんですけど、本当に寂れちゃって本当悲しい限りでございます。この地方都市の過疎化というか、
そういう現実を目の当たりにした次第でございますね。アクアラインができる前に確かバブルが弾けて、その木更津の凋落が始まってしまったのですが、やはりできてもその落ちた勢いは止めることができなかった。そしてこれが弁財天様ですね。弁天様でございます。こんな立派な弁天様が町外れにあったりするところが、昔栄えていた面影を見せるのでございます。こちらが薬丸病院という、私が生まれた病院でございます。左手にはですね、ラブホテルがございまして、やって生まれて、そしてお隣が正常寺というお寺でございます。たぬき林で有名な、やって生まれてお寺で死ぬ、死ななくたっていいだろう。さあ正常寺行ってまいりましょう。ここはたぬき林の童謡で有名な正常寺でございます。正常寺というのはですね、浄土真宗のお寺でございます。こちら右手に親鸞聖人の像なんかもございまして、正常寺のたぬき林の伝説というのはどういったものかと言いますとですね、ここら辺はですね、森でした。もう昼でも暗いような森で、タヌキがですね、もうそれは生息してまして、あ、これが親鸞聖人の像でございます。その森の中でタヌキが人を化かしたりしてですね、それはもう気味の悪いところだという感じで、お寺もですね、新しい住職さん来たところで、おっと、ここ頭ぶつけてます。これ頭ぶつけてるんですよ。これ頭ぶつけてるんですけど、この GoPro ヒーロー7ブラックのこの手ぶれ補正が強すぎて、画面が揺れないという、ぶつかった感出てないという感じになっております。さあ今度は気をつけて降りて、こちらお庭綺麗でございますね。この楓、もみじ、色づいております。綺麗な庭園でございます。やはり観光客がですね、きっと多いんでしょうね。そんな感じがいたしましたよ。他にも何名様か観光の方いらっしゃいました。これ朝早いですよ。これ9時ぐらいですよ、朝なのにいらしたんですね。そしてこれ童謡碑でございます。諸女寺の庭はツンツン月夜だ、みんな出てこいこいこいというですね、童謡でございますよ。皆さんね、ご存知だと思いますけども、野口雨情作詞、中山新平作曲という感じでございます。さあタヌキの像なんかもあっちゃって、タヌキタヌキ。そしてぐるっと戻って、こちらですね、筆小塚というものでございます。筆小塚というのはですね、寺小屋が昔あったものですか。寺小屋のですね、お師匠さん、まあ住職の方ですね、お亡くなりになると、寺小屋のその筆子習ってた子たちがですね、住職さんを偲んでですね、師匠を偲んでこういった塚を建てたりということがですね、もう全国各地まあまあ見受けられるということです。それ狸塚、これ狸塚は何かと申しますとですね、腹をこう叩きすぎてですね、狸死んでしまったんですね。あの同様、そういう残酷なところあるんですよ。もう腹叩きすぎてタヌキが死んじゃって、そのタヌキを供養した塚がこのタヌキ塚でございます。まあ死ぬほど腹叩くわけがないですけどもね。なんかキラレヨサブローの墓とか、このタヌキ塚とか架空じゃないですか。どう見ても架空なんだけども、作ってで、この聖地巡礼かみたいな、昔からあったんですね、聖地巡礼というものは。これはご本堂でございますね。本堂でございます。なんかこれは学業の祈願でしょうか。そしてこの綺麗な庭園を見ながら、私は正常寺を後にするわけでございます。非常に美しい庭園でございます。空は青く晴れ渡り、抜けるような青い空でございます。さあそして右手の方にですね、案内板があったんですね。入った時気がつかなかったですね。右手の方に案内板がございます。さあ何が書かれているかと言いますと、これは地図ですね。地図と、狸塚のお話がここに書いております。こちらはですね、童謡碑の説明、そして狸塚の説明、筆小塚の説明ですね。昭和4年、正常寺の狸林大流行したと書かれております。そして正常寺の狸塚、こちらの説明はですね、
昼でも薄暗い生い茂っていた森、ここにですね、和尚さんが夜中に目を覚ますと庭の方が大変賑やか。これはですね、和尚さんを驚かせようとタヌキがポコペンポコペンやってたわけです。で、和尚さんもですね、この三味線を弾いたりしてポコペンと一緒に、まあ結局あれじゃないですか、楽しいあれですね、楽しそうにやってたらタヌキが腹を叩きすぎて死んだっていう、これとんでもねあれですよ、動揺ですよ。まあ、和尚さんからしたらですね、タヌキは友達ですから、友達が死んじゃって悲しくてタヌキ塚を作って供養したというお話、同様でございますね。それが正常寺のタヌキ林でございます。さあ、木更津、これが海ホタルでございますよ。海ホタルをバスから撮った風景でございます。次回はですね、くるり城行ってまいりました。くるり城お伝えいたします。次回もよろしくお願いいたします。